そうでない。おい術師、見えているとも。ご令嬢、行って合わせていただけますかな。もちろんですわ。サジータ、トニタルス、ケルタ、オリエンス、ラディウス。油断は褒められたものではないな。油断してるわけじゃないよ。たとえ相手がゴブリンであれ、いな、ゴブリンであればこそこれを冒険と言わずして何と言おう。安心なさいな、私に秘策ありですわ。背景ゴブリンスレイヤー様、あなた様にご依頼したい件があるのです。ことの起こりは、去る霊嬢が親元を離れ冒険者となったという話です。彼女は依頼を受けて出発し、その後消息を絶ってしまいました。ご両親は捜索をギルドに依頼しました。珍しいことではございません。問題は、霊嬢が受けた依頼はゴブリン退治であったということです。ひとつ火吹き地母神よ、闇に迷える私どもに聖なる光をお恵みください。ギルドから相談を受けた私には、あなた様のこと以外思い浮かびませんでした。どうか哀れな娘に手を差し伸べてやってはいただけませんか。あなた様のご無事を心よりお祈りしております。かしこ。さっきのホーリーライトは良い手だった。ありがとうございます。最初に2、ここで7、これで9、合わせて12か。人質を一箇所に集めるのも気に入らん。村人の死体が無事なのも気に入らん。またオーガでもいるのでしょうか。わからん。大丈夫か。どうなってんだ。遅い。人質ごと冥帝で眠らせたか。くぅ、臭くてかなわんわい。死体はいくつだ。拙僧が4、信瀬殿が3、計7匹で。先遣隊は合わせて19か。20はいるかに見えたか。村長か。ええ、冒険者だ。なんだって。冒険者。銀刀球、よもや高二殺しの。おお、よくぞ来てくだすった。村に屈指はいるか。神官の類でもいい。奇跡が起こせるならば。神官は巡回者に頼りきりで、クスシもおるにゃおるのですが。分かった、治療を手伝う。はこちらも水薬の余裕がなくてな。奇跡と応急手当だけになるぞ。フルクバルグ、やはり20か。こんな逃がすまんか。使え。
何よあの矢、矢尻がグラグラじゃない。そう細工した。はあ、後で説明する。一晩の宿を借りたい。あと先行した冒険者の情報だ。あれば山の地図もくれ。構わんが、補修の方は。それよりもゴブリンだ。休息を終えたら追撃に移る。これあったかくていいわね。これから育つのよね。じーん、いいな。何を言ってるんですか。何を、皆さんも来ればよかったのに。回復には先じゃとか、泥の方が性に合っておりますのでのとかね。オルクボルグは見張りですよね。放っておいたらあのままで一生終わっちゃうわよあいつ。まおかげでこんな北に来られたんだから私はいいけど。退屈だったから森の外に出たんですか。半分渡りで半分外れ。やるべきことがあるっていう意味では充実してたから。ある時川を葉が流れてるのを見てどこまで行くのかなって思ったらもう止まらなくて、葉を追いかけて木立をかけて、気づけばそこは森の外、河原の石を飛んで。何があったんですか。包みね、ただ人の作った。初めて見たんだけどあれは面白かったな。葉はそこで止まってたわ。ねえ、ただ人って100年くらいで死んでしまうんでしょ。それはなんでみんな長く生きられないのかしら。それとも私もただ人だったらわかるのかな。ヒュームに生まれたらエルフみたいに綺麗になりたいって思いますよ。きっと森人に生まれたらただ人に生まれたいって思うわよ。ほい、ほんと世の中ってままならないわ。食いもんは救出依頼のあった冒険者たちが買い占めたらしい。よこさぬなら子鬼退治はせぬと、半ば脅迫ですな。いや、必要であったのやも。必要なんですか。追跡が長期に及ぶこともある。こっちは時間かけてらんないわね。巣の中は不明、数も不明。冒険者がまだ生きている可能性だってあるし。可能性はある。最後に姿を見せた時は随分と弱っていたとの話だがな。ゴブリンの住み着きそうな巣穴はここだろう。どうしてすぐ潜らなかったんだろう。材木に食料ってことは。ああ、兵糧攻めだ。ホルクバルグ、どうしてあんな矢渡したの。あの矢が刺さると矢柄が取れて矢尻だけが残る。で、鉄は毒だ。えぐり出さない限り巣穴に戻れば肉が腐り病が広がる。一網打尽とはいかんが大打撃だ。相変わらずわけわかんないことするわよね。日暮れが近い。体がほぐれたら潜るぞ。これほど寒い場所があろうとは。おれ、飲め飲め、あっためるぜ。そういえばあなた、ドラゴンになるのが目的なのよね。いかにも。そうだ、あなたが竜になって不死になったら私、遊びに行ってあげるわ。はっ。おどうせ1000年後くらいでしょ。
退屈ったらないわよ。友達がいなきゃ耐えられないんだから。なるほど。高二退治の冒険談を話す竜、神の森人が訪ねてくる竜、そしてチーズを好む竜ね。悪くはありませぬな。でしょ。止まれ。まずは目先でしょうや。気をつけろ。そこに槍が仕込んである。うわ、陰湿。ゴブリンがこんな工夫をするのですか。さあな。トーテムの類が見当たらんな。シャーマンはいないのでしょうか。わからんが気に入らん。村への襲撃、先だっての冒険者を壊滅せしめた技量、知恵者なしとは思えませぬ。右から叩くぞ。意図地深き地母神よ、闇に迷える私どもに聖なる光をお恵みください。ホーリーライト。十七、コブなし、術なし、弓あり、行くぞ。おい、来た。一番もらい。仕事だ仕事だ、ノームども。砂粒一粒転がり回せば石となる。いいぞ髪切り丸ロコノ。おお、よし。10、11、13、そろそろ敵が立ち直るぞ。はい。意図地深き地母神よ、闇に迷える私どもに聖なる光をお恵みください。17。平気か、耳長娘。ごめん、失敗しちゃった。すぐに手当てをしますね。毒はどれ。まずは矢を抜かねばなりますまい。じっとしててくださいね。どうした。矢柄が。矢尻はまだ中に。学習しただと。痛むか。平気だってば。毒の類はどうだ。ないと思いますけど。俺がやる。火を頼む。え、あいよ。え、踊れや踊れサラマンダー、尻尾の炎を分けとくれ。加えていろ、矢尻をえぐり出す。いやよそんなの。こっから足が腐り落ちるぞ。そうなってはくっつけることもできませんな。せめてなるべく痛まないようにお願いしますね。そのつもりだ。本当に痛くしないでよね。保証はできん、だが努力はする。弓は撃てるか。撃てるわよ。とならば全員で参りますか。息はあります。依頼遂行完了ね。ここ神殿よね。邪教の神官でもいたのかしら。あの、これ…あ、ひどいわね。どうも、ゴブリンのトーテムではないようだが。緑の月、だと思います。神の御印です。
外なる神、各地神の緑の月、ゴブリンどもの来るあそこか。ゴブリンを奇跡で癒し教えを説くのか。各地神は奇妙な神ですから、ダークエルフか何か高位の邪神官ではないでしょうか。それはないでしょう。コーニども率いて適当に略奪するなんて、それこそコーニ並みのおつむじゃない。コーニ並みの知恵でコーニを率い、コーニを癒し、人を襲う邪神の徒神官、まさかゴブリン、パラディン。コーニどもが村を襲うのは蓄えが不足しているからですわ。ここを数日見張れば、しびれを切らし飛び出してきます。いやー、さすがは姉さんだ。まあこれで済むなら楽でいいけどね。吹雪いてくるとこちらも辛いぞ。術師どう思う？従うさ、指揮権は彼女にある。通り、時間の問題ですわ。今日は出てこんようだな。やつら警戒してるのかな。どうせすぐに出てきますわよ、ゴブリンですもの。悪い姉さん、ちょっと頼む。雪なんて食べるから。しかし火にかけて溶かすにはもう薪が残り少ない。何か手を考えなければ。もう少し様子を見ましょう。ゴブリンたちも今頃苦しんでいるはずです。従おう、あんたが決めることだ。ゴブリン相手に戦わずして逃走なんてありえませんわ。今の体力じゃ下手したら返り討ちだよ。食料も薪も残り少ないのに。よろしいんですの？ゴブリンから逃げ帰った冒険者などと後ろ指を刺されても。今日はそれしか取れなかった。こうしたらどうかな。誰か一人村まで下山して燃料と食い物を調達してくるってのは。でも誰が？お前が行けよ。ここんとこ俺ばっか働かされてるじゃねえか。納得いかねえよ。賛成だ。正直なところ、私は最初からこの案には反対だった。いいでしょう、それが一番合理的でしょうから。おお、冒険者殿、戻られましたか。して守備は？それが、その実はまだ。なんと。それで食料を少し分けてくださらないかしら。どうしてこうなったの？どうしてゴブリンなんかに、ゴブリンなんかに。
みんなは死んだ。そっか。聞きたいことがある、うん、答えられる範囲でいい、構わんな、うん、何をした？兵糧攻め、うまくいくと思ったの。そうか。みんなと一緒に活躍して、等級を上げて、それからうまくいくと思ったのに。そうか。そういうこともあるだろう。ねえ、待って。なんだ？あなた、ゴブリンスレイヤー。そう、呼ばれている。怪我はどうだ？平気。まだ少し痛むけど、治療してもらったし。そうか。ね、あの洞窟で核地震って言ってたわよね。あれ何なの？核地震は外なる知恵の神です。知恵の神様なの？私たちの信じる知識神は英知を司り、世の真実、断り、未知を知ろうとする者を導く神様です。知識神はそこに至るまでの苦難や挫折も知識を得る工程で重要としているのですが、核地震は無差別に知恵だけを与えるんです。その結果、世を滅ぼす下法が生まれ、いかなる犠牲が出たとしても核地震は興味がないのです。足だけじゃなくて頭も痛くなってくるわね。原因が何であれ、問題はゴブリンだ。連中の本拠地は別にある。さらに登った高地に遺跡があるそうだ。どのような？ドワーフの砦だ。神代のドワーフ砦か。正面から攻めるのはちと厄介だの。手はあるんかい？今考えた。私も行く。ダメよ。私たちは親御さんの依頼で助けに来たの。まず帰って話すのが筋でしょ。取り戻さないと。何をですかな？全てを失ったものを全て。竜とは竜なればこそ誉れがある。誉れなき竜はもはや竜にあらずか。ちょっと死んじゃったらどうするのよ。お前さんだって死ぬかもしれん。わしらだって死ぬかもしれん。生き物はいずれ死ぬ。森人はそれを知っておるだろう。誰よりも。それはそうだけど。連れて行きましょう。多分そうでなきゃ。俺はお前の親でもなければ友達でもない。頼みがあるのならば何をすべきかは分かるはずだ。分かっている。報酬前払い。自分も行く。何ができる？剣、それと術、稲妻。よかろう、構わんな。オルグボルグがいいんなら。ならばゴブリン退治だ。すらでは通じまい。間抜けどもが騒いどるわい。僧侶殿、直に外なる知恵の神への供物となるのです。好きにさせてやりましょう。寒くは平気。
私は寒いのでそば寄っていますね。好きにすれば。あら、気が利くじゃない。ありがとうございます。城に着いてからと思ったが、古希の術が封じてある指輪だ。水中呼吸の指輪ですか。多少は寒さが和らぐが。こういうのがあるなら早く出しなさいよね。これすごいですね。でしょ。ほら、あなたも。いらない、寒くない。拍手。はいはい。これでもう逃げられないわね。拙僧は外なる知恵の神、緑の月の目が僧正である。開けられませい。大丈夫ですよ、みんなもついてますから。あ、来るわよ。あれがゴブリンパラディンでしょうか。違う。ではこの砦の頭目、聖騎士殿にお目通し願いますかな。これなるは貢ぎ物にございまする。では獄へ入れ、逃れぬよう手足を立ちませぬと。言葉通じてるの。念は奇跡だそうです。この娘か。大丈夫、怪我はない。予想はできた。ちょっとあなた、いい加減しなさい。ゴブリンは殺さなきゃいけない。致し方ありますまい。放っておいて無茶されるより目のつく方がよろしい。だからって。落ち着いてください。あなたが一番怒るべきなのよ。落ち着け。まず自分を手当てしてから治療をしてやれ。手が腐る、傷跡も残る。はい。捕虜の中に生存者がいた、様子を見に行ってくれ。うん、一人じゃきついわい、ウロコの。呪文使いは貧弱と相場が決まっておりますからな。気持ちはわかりまするが、
今は後回しにすべきかと。なんであの子を連れてきたわけ？必要だからだ。必要？挑んだからには勝つか負けるかしかない。そういうことを言ってるんじゃなくて。分かってる、分かってるつもりだ。準備を整えろ。ごめん、ちょっとカッとなってた。そういうことはある。お前もあの娘も俺も。オルクボルグでも？そうだ。見えないわね。そうか。そうよ。そうか。捕虜の人たち、よかったんでしょうか？連れ歩くよりは安全でしょうや。そうけ。素材は何じゃろか？軽銀、赤の宝玉を雷帝でもって鍛えた刃。見せてもらえんか？で、どこへ行くつもりだの？まずは武器庫だ。その前に術、奇跡はいくつ残っている？私はあと3回で、お二人は4と3回ですから、合わせて10回分？そっちの娘っ子を入れとらんぞ。2回。全部で12回ですね。いや、稲妻の2回分は温存しておくべきだ。ゴブリンを殺せる？うまくいけばな。じゃあ、お願いしますね。わかった。なぜあの娘に持たせた？手持ち無沙汰で放っておかれるなんて辛いと思うんですよ。気づきませんでした？松明もらった時ちょっと照れてましたよ。武器庫というにはいささか趣が違うな。ドワーフの砦だし交渉があるかもな。だがゴブリンどもが剣を鍛えるか。止まれ、ここは拙僧にお任せあれ。おい娘っ子、手伝え。何歩か持ち出しとくぞ。神切り丸は武器使いが荒いかんの。適切に使っているつもりだ。お前さんも探検だけではどうもこもならん。まずは剣の類から選ぶか。他の剣はいらない。剣はいいやか。いいぞ、それが付き合いの始まりっちゅうもんだ。自分の言いたいことくらい言えんでどうする。さてよろしいかな。いいぞ。白亜の層に眠りし不祖だよ。背負いし時の重みにてこれなるものを道連れに。これ腐食の祈祷ですか？光、これで地下牢の旅衆らをつかみ武器は奪った。予定通りですな。どうしました？
についてお触れください。運ぶには拙僧の旅力が適任。引き受けましたぞ。よし、行くぞ。大丈夫かしら。神切り丸が心配か。オルクボルグは別に友達二人の方よ。心配して悪いの。お前さん、森人だもの。友情はそら大事にするわいな。古今東西、城を落とすとならば水攻めは定石としても、もう一つ兵糧攻めでありましょうや。よし、
級。この間引くぞ。準備を。ゴブリンスレイヤーさん、こちらは無事でありますよ。よかった。そっちは大丈夫？はい、なんともありません。やったわね。はい。神切丸、剣はどうした？投げた。相変わらずだな。助かる。やるとも。殺菌で武器は看板でな。とならば拙僧のものを。援護は任せて。わしも残りの術の切り時か。ゴブリンスレイヤーさん、
奇跡は残しておけよ。もちろん任されてますから。手はある？はい。合図したら撃て。わかった。なんだか。このブス本物。ならば。雪に流されたなら多分ね。まだあんまり大声出さない方がいいかも。徒歩で迎えに行くのがよかろう。心配してないの？せんわけがなかろう、仲間だもの。じゃけどのう、ゴブリンスレイヤーさんですから。失敗したな。窒息よりも衝撃の方に備えるべきだった。ゴブリンスレイヤー。無事だったか？それこっちが言うセリフ。おかしいと思ったのよね。オルクボルグが意味もなくこんなところに水辺用の指輪持ってくるわけないもん。最初から予想していた？ある程度な。せめて先に説明してほしかったです。バカを言え。敵に漏洩して対策を打たれたらどうする？どうするこうする以前に私たちが心配するんですよ。言いたいことは山ほどあるけど、やっぱり冒険はこうでなくちゃね。冒険、そうか、これは冒険だったんだ。おい、あったぞ。
剣は確保したが、サヤが流されてしまったな。やはり雪崩は失敗だった。私も死なずに済みました。宿命と偶然、秩序と混沌の神様に乾杯。新年おめでとう。俺はさ、去年も頑張ったわけだ。そうね、槍ぶん回して暴れたり怪物退治したり。だからゴブリンぶっ殺す変なのとかとは比べ物にならんわけよ。はいはい、頑張った、頑張った。これでどうするの？一度両親に会っていろいろ話してこようと思います。亡くなった仲間のお墓も作って、道を決めるのはそれから。うん、それがいいわ。家族と友達は大事にしないとね。うん、甘露甘露、コーニ殺し殿も怒られればよかったのですがな。ほんにの、結局神切丸だ。そんな飲む機会が作れなんだ。良き血族ばかりとは限りませぬが、エニシは大事にした方がようございましょうや。その手紙書くから。はい、いつでも何でも伝えたいことがあったら書いて送ってください。私もいっぱいいっぱいお返事出しますから。いっぱいたくさん書くね。あ、私も友達に手紙って一度書いてみたかったのよね。はあ、私も手紙書こうかな。牧場のお仕事してるとあんまり同じ年頃の女の子と会えないんだよね。ギルドに勤めていてもそんなものですよ。うん。ところでゴブリンスレイヤーさんは？ああ。やっぱり幼馴染としては譲りたくないですか？譲りたいって言ったら嘘になるけど、けど今年は譲っちゃいましょうか。そうですね、フェアに行きませんと。出てきていいぞ。もしかして毎年見張ってるんですか？バカなことを聞くな。ですよね。新年は毎年来る。これ差し入れだそうです。そうか。キャンプまで張って泊まり込んで。俺はゴブリン退治に10年かけた。しかしゴブリンは進歩しないと言い切れない。ゴブリンパラディンが何を企んでいたかわかるか？いえ。金属精錬だ。まさか。ドワーフの砦、採掘道具、それにあの娘の軽銀剣、鉱石を雷にて鍛えた。そうとしか考えられん。奴ら相手にどこまでやれるか、手を抜けるわけがない。まったくもう、いっつもゴブリンゴブリン、口を開けばそればっかりじゃないですか。どうせみんなと騒ぐよりゴブリン退治の方が大事なんでしょ？いや。ほら、やっぱり。騒ぐのは苦手だが、皆が騒いでいる分には悪い気はしない。戦士職一人より公園一人いた方が確実ですよね。寒いぞ。知ってます。そうか。さ、そうと決まればご飯食べて朝まで頑張りましょう。そうか。ああ、そうだ、言い忘れていた。ん？何です？今年もどうかよろしく頼む。
Interlace, interlace, our threads with the friends.